では今日の試合、まとめて、映像にしてありますのでご覧いただきたいと思います。今日のハイライトです。さあまずはこのダブルス伊藤さん、はい、まあ、あの想像通りの選手が出てきたと言ってもいいと思うんですけれども、そうですね、はい、まあ、どちらも大切なこうダブルスをですね、まあ、最後もう思い切ったプレーで、はいはい、琉球ペアがこう勝ち取りましたね。そうですね、はい、最初はまあ岡山が行くかなと思うようなところも見えたんですけれどもね、はい、ですが、まあ、この宇田の思い切ったプレー、はい、あとは一つ、まあ、こんな言い方してはあれですけれども、森薗選手がもうちょっとこのダブルス得意の森薗がっていう、ね、ちょっとこう弱気なところがね、はい、うん、見れたかなというところがあります。その差でやられたって感じですね、うん、正直言ってね、はい、というダブルスでまずは琉球側がいい形でスタートを切りました。そしてシングルスのトップがこの吉村真晴選手と、そして、田添選手の対戦だったわけでありますが、うん、これはいかがでした。この戦いもですね、この最初田添選手の爆発、炸裂したんですけども、それを徐々に徐々に、自分のペースに持っていって、はい、ゲームオールまでして、はい、そのジュースになって、うん、この最後、はい、こう不運なボールがですね、はあ、そう、2本続けて入ったりね、そう、はい、うん、でものすごくでも両者いいプレーでしたね。そういうことですね、はい、ですのでファイナルゲームが6オールから始まりましたが、それが、まあ、ジュースの形でね、いって、うん、こういう形で決着を収めました。ガッツポーズを見せています岡山リベツの田添響選手、まあ、これで1対1になって、はい、でこの第3マッチが森薗対宇田、こういう、そうですね、このサウスポー対決だったわけですが、はい、最初森薗選手はこう、はい、静かな立ち上がりでこう不気味な感じがっていうのも、はい、感じたんですけども、まあ、お互いあまりこうヒットしない状態の中で、まあ、最後ですね、はい、宇田選手がこう我慢しながら、うん、かっこいいプレーじゃなくても、泥臭くても、はい、我慢しながら、うん、勝利をこうものにしたっていうのも、まあ、大きな経験だったのかなと思いますね。なるほどね、はい、まあ、あまりダブルスで力が発揮できなかった森薗選手もいいプレーをねこのシングルスで見せましたが、はい、まあ、しかし宇田が取ったということでありまして、そしてこの最終、これはまあ田中選手がね、この同門対決どうかなと、はいはい、すごく現代卓球、高速卓球を見せる中で、うん、はい、まあ、そこをこう最後までですね、こうバックハンドのこう打点の高いプレーを最後までやり抜いた、うん、はい、まあ、そして先輩越えをしたという、そういうことですね、はい、素晴らしかったですね。愛工大名電対決という形になったわけであります、はい、まあ、そして、岡山として初の勝ち点をですね、はい、この若い選手が、もたらしてくれたっていうのはすごく大きな、そうですね、はい、まあ、昨日は随分その青森山田の選手が多いっていう話で盛り上がりましたけれども、はい、それが愛工大になって、そしてビクトリーマッチ、これですね、なんといっても、まあ、田添選手もいい経験になったと思いますね、はいはい、結局吉村和弘選手がこの表情、いや勝ったというのを、まあ、今までダブルスしかできなかったのがシングルスで、はい、しかもビクトリーマッチへ出て勝てたというのは、これはすごいことでありますけれどもね、気持ちの、また、